株式会社、産経ビルは、東京都千代田区大手町1丁目に本社を置く、富士産経グループの不動産会社である。1951年に株式会社産業会館ビルとして設立し、ビル事業を核にして発展してきた。2000年以降、管理型不動産業から開発型不動産業へと転換を図り、基幹のビル事業に加え、住宅事業、シニア事業へ進出。直近では、ホテル事業を新たな成長の柱にすべく、2015年3月、株式会社グランビスタホテル&リゾートの株式取得し、連結子会社化することを発表。2017年3月期の連結売上高が、初めて1.0円を超え、開発物件数、規模ともに拡大を続けている。2012年3月、富士メディアホールディングスの完全子会社である。富士メディアサービスによる株式公開買付により、富士メディアホールディングスの連結子会社となった。富士メディアホールディングスの持ち株比率が間接保有分を含め 97.50% となり、上場廃止になった。東京産経ビル2002年9月竣工。地上31階、地下4階。産経新聞東京本社などが入居。定層階は、大手町産経プラザと商業施設で構成されるメトロスクエア。第45回 BCS 賞受賞作品2005年の日本建築学会作品選奨対象作品である。ダイバーシティ東京オフィスタワー2012年4月竣工。地上21階。建築主は三井不動産大和ハウス工業と設立した特定目的会社。併設する商業施設、ダイバーシティ、東京プラザは、三井不動産商業マネジメントが運営。FCG ビルとは、首都高速湾岸線を挟んで隣接していることから、フジテレビの関連会社が多く入居している。大手町連鎖型都市再生プロジェクト産経ビルは、JA ビル、経団連会館、大手町フィナンシャルシティノースタワーに特定事業者として参画。ブリーゼタワー2008年7月竣工。地上34階、地下3階。産経新聞大阪本社などが入居し、産経ホールも併設されていた大阪産経ビルの老朽化に伴い、隣接する島津ビルと共に解体され、複合高層ビルに建て替える西梅田プロジェクトに着手。竣工後は、階数、延べ床面積とも東京産経ビルを超える。最大物件となった。新ホール、産経ホールブリーゼや商業ゾーン、ブリーゼも併設される。近接地に大阪産経ビル別館、大阪心斎系ビルもある。難波産経ビル2005年7月竣工。地上14階、地下1階。産経新聞大阪本社が大阪産経ビルから移転した。ありがとうございます。